まあファッションなんで、うん、はいはい、ちょっと広い整えてみましょうか。はい、せーの。あ、え、おお、なんだ、まだこれちょっと完成前なんですよ。はあ、こちらデニムラックでございます。へえ、はいはいはい、だからちょっとインテリアと似たようなところはあるんですよ、ぶっちゃけ言うと。ファッション広く捉えたなこいつだよね。まあまあまあ、デニムとして捉えてるのこいつ。あ、こいつデニムとして捉えてる。デニムだから、広くない。デニムをかけた時に、あ、こいつはファッションだったなってなるから。順番はこちらですね。はい、まあこれ一応実際見てないからまだ分かんないですけど。いや、それね、でかいよ。もっと考えたじゃん。組み立てて持っていてくれないから。いや、邪魔になるよ。じゃあ持ち帰りやすくて、もう当たり前だ、そんなの。お前のこと考えてやってんだ。ありがとう。ありがとうね。では最後これだよね。あ、俺はまあいらないからね。はい、2番としみつです。はい、あー、あー、ラナーハンガーだって。さすがにこれはとしみつさん。まあ芝としときて、その後が無視夢哲だって。あー、いいよね、合ってるんです。エラーさえ起こらなければ。いや、エラー起こってないんだよ。虫さんの下言ってるからね。うっせぇ、言えますの。なるほど。